はい、ヤバイゼマイズル森本隆なら公開える、2021年の4月の17日土曜日です。今回フリートークをさせてもらいたいと思います。久しぶりにフリートーク。今日ね、朝から雨が降ってて、まあ今日休日出勤してるんですけどね、ガーデニングしようと思ったけど雨全く上がらずにですね、今この朝7時から会社、7時10分ぐらいから会社行ってますけど、5時まで、はい、雨ずっと降ってます。ガーデニングできずに終わりました。で、まあガーデニングできへんなと、もうちょっと本当に30分おきぐらいに外に出て外見つめてるんですけど、雨上がらずにですね、もう本当に今日はちょっと諦めたいと思います。もう今ガーデニングにもガチハマってしまいましてですね、庭いじりがもうすごく楽しい時間なんですよ。でもこのやっぱ土曜日、まあ日曜日はちょっと家でゆっくりしたいんで、やっぱ土曜日が一番ガーデニングできる日なんですよね。その時にこの雨でできないっていうのはちょっとすごい精神衛生上すごい、いやしんどいなっていうのが、もうほんまにね。で、その昨日もまあちょっとお昼の間順天堂に行って、まあいろいろ花とかいろいろ見てるんですけど、またそれでまた今の季節やっぱりいいやつがあるんですわ。でお花もまあどれにしようかなと思って順天堂の前でこうしてお花見ながら腕組んでうんってうなってるんですよ。順天堂でお花見ながらうなってるおっさんがおったら僕やと思ってもらったら、はい、ですんで、うんって言ってどっちにしようか悩んでるんですよね。でもう最近はちょっと苗の状態を見るようにして、この花すごく可愛くて欲しいんやけど1個しかなくてちょっと苗の状態が悪いっていう時に大体悩んでるんですよ。次出てくるかな、どうかなと思って、でこれ欲しいねんけどちょっと病気持ってるのかなとか、苗が細いよな、元気に育つかなと思いながらこうやってるって、うん、やってると、まあなんかちょっとベテランっぽいなんかと おばあちゃんとかに、いや お兄さんそれめっちゃよう育つでとかって言われたりするんですよ最近。なんかおっさんがいろいろお花見て必死で考えてる姿がどう思われてるのか分かんないですけど、よく最近おばあちゃんとかにお話しかけられるようになってきました。はい。でまあそんなことがあったりだとかですね、まあ普通にお庭にいてると通りすがりの人がちょっとお花見せてもらっていいですかみたいな感じでですね、話しかけられて、あ、どうぞどうぞどうぞとか言ってお花を見てもらってます。はい。でそれでまあ知らない人とちょっと話したりとか、お花の育て方だとか、この花がいいよとか、あんなお花がいいよとか、情報交換とかしたりですね、結構楽しい日々が送っています。でちょっとやっぱこれをなんか YouTube 見せたりだとか、Facebook だとかインスタとかに載せてると、お花見たいわっていう人が、まあ、ぼちぼち増えてきたんでですね、ちょっとまた4月の後半か5月の前半か、まあ、5月の中旬かちょっと出てきたらですね、まあ、うちの土曜日ぐらいに会社来てもらって、お花見てもらっていいようにしますんで、皆さんよかったらぜひぜひ見に来てやってください。さっきですねお庭見ると雨の中をね傘さしてちょっと見てたんですけど、たらバラがポツポツとこうつぼみが出てるんですよ。おっしゃバラ出てるやんみたいな感じで、でクレマチスも、まあ、ちょうどちょっとつぼみが出てきた、もうすぐやっぱクレマチスとバラがバッと出てくるんでですね、今ちょっと今日雨が降ってお手入れできないんですけど、雨が上がったらちゃんと、もうなんか虫が発生してないかとかちゃんと見てですね、まあこのもうすぐこの5月のシーズン、バラとクレマチスがボコッとこう咲くように、その日を待ちわびてですね、段取りしていきたいと思います。もう本当にですね、1年前の6月ぐらいにちょうどこのガーデニング始めたんですよ。で5月ぐらいにこのお庭を作り始めたんですよね。6月ぐらいに大体できて、そっからこういろいろ植え始めて、またちょっと1年経ってないんですけど、去年は春を経験してないんですよね。いきなりこう梅雨から夏にかけて始めたんで、なんかそんなにいい状態じゃない時で、
やってて、この今初めて自分のところの春を体験できるんで、もうすごい楽しみでですね、植えた球根類とかもボン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 こう今出てきてですね、この間も何やったっけ、カサブランカ、でっかい大輪のカサブランカがやっとこの芽がビュッと出てきたんでですね、まあそれも大きくなるのがすごい楽しみですんで、はい、ちょっとこれからもうちょっと庭の方に首ったけっていう風になるんですけれどもですね、はい、あの皆さん、はい、まあ、4月の後半から5月ぐらいにかけてですね、まあ、天気のいい日見計らって、まあ、うちの会社オープンしますんで、よかったら見に来てください。はい、あのその時は何もあの別にやばい話はしませんもうお庭の話だけなんで、お花の話しかしませんのでですね、はい、ぜひお越しください。それでは